けど。さすが桐生さん、いい店知ってんじゃん。お酒が進むわ。普段から酒はよく飲むか。うん、プライベートでもよく飲むよ。一人飲みよりは誰かと飲むのが多いかな。それだけ飲む機会が多いってことは結構酒も強そうだな。まあね。でもそれ言ったら桐生さんも相当強そうじゃね。あ、そうだ、せっかくだしどっちが先に酔っ払うか勝負しようよ。面白そうじゃん。いいだ、今日はとことん付き合うぜ。ガンガン酒持ってこい。マジで？さすが桐生さん、ノリいいね。そういう男気ある人超好きなんだけど。俺に勝負を挑んだことを後悔させてやるぜ。へへ、絶対負けねえし、桐生さんとは楽しくやっていけそうだな。普段からガンガン飲んでるみたいだが酔いつぶれたりはしないのか。最近はないかな。でも昔は結構酔いつぶれて記憶なくしたりしてたよ。記憶をなくす？うん、目覚めたら知らない場所にいたり、あと電柱に抱きついてキスしてたこともあったし。電柱に抱きついてキス。よし、今日は愛花を絶対に酔いつぶすぞ。キリュウさん、酔いつぶしてキスさせようと思ってんじゃないの？さ、どうだかな。でも、もし今日酔いつぶれちゃったらもっとすごいことしちゃうかも。ほう、うん。キリュウさん、今何妄想してたの？それは秘密にしておこう。前の店と比べてフォーシャインはどうだ？結構違うものか？だいぶ違うよね。女の子がみんな楽しそうにしてるところが一番でっかい違いかな。前の店は楽しくなかったのか？楽しそうに見えたか？もちろんお客さんと飲むのは楽しかったし、悪いお店じゃなかったとは思うよ。でもノルマだの売り上げだのいろいろ厳しくてさ、無理やり盛り上げて飲ませる的な指示も多いし。なるほどな。愛花の性格だとそういうのは気に入らないかもしれないな。そうだね、私こういう性格だから嘘とかつけないし、自分の気持ちに正直でいたくてさ、もっと変な縛りにとらわれずに自由に純粋に楽しめる場所がいいなって思った。だからフォーシャインはすっごいやってると思う。店長もマジで素敵だし。うちの店は縛ることはしないつもりだ。相変わらしく自然体で楽しんで働いてくれ。俺たちが楽しくないと客もきっと楽しめないと思うからな。キリュウさん、やっぱ超かっこいい。私も同じこと思ってたし、私裏表あるような器用な性格じゃないから、自分に正直にまっすぐな接客していきたいな。ああ、店としても可能な限り応援させてもらう。サンキュー桐生店長。そういえば、なんで愛花はキャバ嬢を始めたんだ？なんでだと思う？ただ酒を飲むためか？違うし。まあ違うとも言い切れないけどさ。冗談だ。で、本当のところはどうなんだ？転職だからかな。ん？
私はもともと裏表ないっていうか、思ったことをすぐ言っちゃうような人間じゃない？だから逆に本音と建前使い分けてなんぼの今の世の中ってちょっと生きづらいんだよね。でも飲みの間ではさ、酔うとみんな自分の気持ちに素直になっていくじゃない？裏表や嘘、建前、そういうのがなくなってその人の本当の顔が出てくる。そんな世界が私には居心地がいいんだよね。だから転職だと思う。こんなの変かな。なかなかそんな子はいないから、変といえば変かもしれない。だがすごく愛からしい答えだと思うぜ。ありがとう。私にとってはそれめっちゃいい褒め言葉だよ。私は私らしく超まっすぐに仕事するからよろしくね。ああ、俺もそれを受け止められるよう頑張るぜ。ねえねえ、キリュウさんってユキさんのこと好きなの？え？何を言ってるんだ。そんなわけないだろう。へえ、そうなんだ。仲いいからもしかしてって思ってさ。でもよかった。なら私にもワンチャンあるってことだよね。ワンチャン？それはどういう？私、キリュウさんのこと好きだからさ、狙ってんだよね。な、俺に惚れるとやけどするぜ。ヒュー、ノリノリじゃん、キリュウさん。マジで惚れそう。なんだよ、冗談だったのか。好きだし狙ってるのはマジだけどね。ただ真剣交際とかになるともうちょい先かな。まあその気になったら告白かなんかするから、そこんとこよろしく。楽しみにしていよう。でもさ、正直今すぐに恋人が欲しいってわけでもないんだよね。そうなのか。うん、私こう見えて不器用だから、恋愛も仕事も両立させるのってマジ無理だと思う。今は仕事の方が楽しいし大事だと思ってるから、恋愛はしばらくお預けでもいいんじゃねって思う。愛花の好きなようにするのが一番さ。どちらを選んでも俺は応援するぜ。キリュウさん、サンキュー。やっぱ大人の男だね、キリュウさんは。そんな風に言われたら恋愛と仕事余計に迷っちゃうじゃん。それはすまないな。逆に苦手なタイプとかはあるのか？苦手なタイプ？自分の価値観を押し付けてくる人は嫌かな。どういうことだ？
例えば女なんだから控えめでいろとか、女なら家事しろとか、そういうこと言ってくるような人とは恋愛どころか友達にもなれないよね。愛花は愛花だからな。女だからどうとか型にはめるのは良くないな。うん、そうだよね。控えめな男がいても控えめじゃない女がいても良くない？自分の理想にはめ込む人じゃなくて、そのままの私を受け入れてくれる人がいいな。大丈夫だ、そういう人間はこの世界にもたくさんいるさ。そうだね、桐生さんもその一人っしょ？ああ、そうなりたいと思ってるぜ。よかったねえ桐生さん、ギャルって好き？え？いきなり何を言い出すんだ。いや、私っていわゆる黒ギャルじゃん。好きな人と嫌いな人でかなり分かれんだよね。桐生さんはどっちなのかなって思ってさ。そうだな。俺は黒ギャル大好きだぜ。マジで？お世辞でも超嬉しいんだけど。お世辞じゃないさ。まあたとえ黒くなかったとしても愛花は魅力的だと思うぜ。キリュウさん、パーフェクトアンサーじゃん。さすがキャバクラの店長、やるだけあるね。俺は本心を言ったまでさ。どうしたんだ、ため息なんかついて。悩みがあるなら相談に乗るぜ。実はね、私の親友が蒼天堀の別の店でキャバ嬢やってるんだけど、喧嘩しちゃってさ。喧嘩？うん、その子がいきなりキャバ嬢辞めるって言い出したからちょっと問い詰めちゃって。私思ったこと口にしちゃうタイプだから傷つけること言っちゃったかもなーって。はあ、マジでどうしよう。素直に謝るのがいいんじゃないか。やっぱそうだよね。ああ、後悔しているのならちゃんと詫びを入れる。俺の知っている愛花はそんな人間だと思うぜ。そうだね、私の方から謝ってみよっと。キリュウさん、超感謝してる。仲直りができるといいな。しかしその愛花の友達がキャバ嬢を辞めたがってる理由、確かに気になるな。そうっしょ、もともと超やる気あった子だし、めっちゃ楽しそうにやってたから余計にね。なんかあったのかな。そうかもな。まあどれだけ好きな仕事でも辞めたくなるような瞬間は誰にでもあるさ。キリュウさんは仕事を辞めたくなったことってある？実はな、
すでに辞めたことがある。とある組織の4代目という役職だったんだが。マジすごいじゃん。4代目って言うとお蕎麦屋とか。まあそういうことにしておくか。桐生さんはその時なんで辞めたの？嫌になったの？ああ、そういう部分もあったのかもしれねえが、俺がいない方が組織にとってもいいと思ってな。組織にとって？ああ、自分の感情と違っていても誰かのために自分から身を引くってことも世の中にはあるんだ。愛花の友達ももしかしたらそうなのかもしれないぜ。なるほど。桐生さん超大人。私にはそういう発想なかったわ。桐生さんに相談してよかった。お役に立てたんなら何よりだ。悩みを相談できたからなんかすっきりしたな。やっぱストレス溜まってたのかもな。普段ストレスはどうやって発散してるんだ？友達と飲んだりとか騒いだりとかかな。私好き勝手自由に生きてるから、そもそもマジ全然ストレス溜まんないんだけどね。確かにそうかもしれないな。桐生さんは結構溜め込んでそうじゃん。溜まってるなら適度に発散しないとね。男には男の発散方法があるからな。うわ、桐生さんもしかして下ネタ？桐生さんも言うんだね。超やばい。桐生さん、その話もっと詳しく聞かせてよ。企業秘密だ。愛花は将来なりたいものとかあるのか？将来か。これってものはないな。私先のこと考えるのマジで苦手だし、今生きてる時間が大事だと思うから、その時の気持ちに従おうって。なるほど、愛花らしいな。でも確かに私5年後とか何してんだろう。今のままキャバ嬢をやってそうだがな。想像できるな。楽しいからね。楽しめる限りは続けると思うし、自分の気持ちに正直に、それが私のモットーじゃん。そうだな。愛花が楽しく働けるように俺もサポートしていくぜ。マジで期待してるよ桐生さん。これからもよろしくね。
おい。おい。Huh?